アンナ岳は、沖縄本島北部の本部半島に位置する、標高432メートルの山。沖縄本島北部にある、本部半島の南に位置し、沖縄県名護市の大技である、勝山のうち、カシャジョフル山という小技に属し、また、同市の大技、アンナの北方に位置する。標高は432メートルで、沖縄県内で、第10位。 沖縄本島内で第5位の高さである。北には八重岳、東北島にはカツウ岳があり、一帯は本部半島のほぼ中央部の山海を形成している。安奈岳の山体は南北に約1トル東西に約3 0 0ルの範囲に及び、特に西側と南側は急な斜面をなす。西側の谷にカシャジョコ、バンタという岩壁があり、 高さ15メートル以上の石灰岩で形成され、小乳洞が存在している。地質は、古生代ペルム期の石灰岩を主とする本武装で、塩水状のカルスト地形を形成し、山頂は切り立つ岩が露出している。アンナ岳の再録には、緑色岩がまとまって分布している。かつう岳とアンナ岳付近の石灰岩地帯を流れる。 穴久保川と安奈与那川の中上流部においては地下に伏流し、大雨の際は一時的に地面に漂流する。安奈岳は1972年に指定されたカツウ岳安奈岳愛岳自然保護区に含まれる。また、沖縄県は1989年にカツウ岳安奈岳80岳自然環境保全地域を設定した。椅子の木や やぶ日系などの常緑紅葉樹林が自生し、本当赤ひげやイボイモリ、この波長などの動物が生息している。麓の斜面にシークワーサーが栽培されている。アンナ岳は方言でアーダキという。ペリー艦隊日本円征期に書斎された地図には、カツウ岳、アンナ岳、ハチジュウ岳の一体をナッチジェマウンテンズと記している。 かつて、首里王府に仕えていた高知里氏という役人が、首里から追放され、あんなだけの山中に潜んだという伝説があり、八合目の南斜面に、彼が隠れたと言われるホラー穴が存在する。部下を連れてきた、彼は当初、村人から歓迎されていたが、次第に労働意欲を失い、しまいには農作物を荒らすなど、村人から山賊と呼ばれるようになったという。また、 ふもとにあるアンナの女性たちは彼らに襲われるので、村人は生まれてくる娘が美人にならないように願ったという。村の人々は、首里からの軍勢がアンナだけに攻めいるという知らせを流して退治計画を立てた。夕方、数十隻の船が名護湾へ出され、松明に火をつけ、それに伴いドラや鐘の音が響き渡った。村人は、首里の軍が山賊を退治しに来たと叫び、 その様子に驚いた山賊は去っていったという。アンナと本部長を結ぶ道路が完成する1934年までは、参観の道を利用しなければならず、当時は人力での運搬が主であり、収穫したシークワーサーを女性たちが、アンナだけの西にあるカシャジョコバンタの道を徒歩で売りに出かけたが、シークワーサーの売り値は安く、現金収入は少なかったという。 戦時中、カシャジョコバンタの周辺には、周辺住民の避難小屋が設けられ、また、日本軍の兵舎もあった。戦後に入って、しばらく、カシャジョコバンタの奥に十数軒の集落が存在したが、移住により消滅し、生活跡が残っている。ここから通う子供らは、学校まで1時間半以上を要し、また大雨により一時的に冠水し、流れが速くなるため、 通学できないこともあった。あんな岳は、傾斜が大きく、石灰岩で切り立つ山肌であるため、登山は容易ではない。登山口は、勝山の西又集落を越えた川と道路が交わる場所にあり、みかん畑の間を通る登山道で、あんな岳と勝岳に挟まれた谷の急な斜面を登ることになる。あんな岳の南に三角山と呼ばれる山があり、 古巣岳と言われる山への分岐点を過ぎて山頂へ向かう登山道があり、また三角山とあんな岳との山頂間を通るルートもある。2004年に勝山伝えたいという地元ガイドが設定したあんな岳の登山道は中級者向けとされ、下山を含む所要時間は5時間としている。ありがとうございます。